ペデラー、ブルークレイでの対応能力がヤバいけん。Heading inside the baseline there and just nudging it around the court. Because when you're hitting into the wind, exactly right. フェデラーってやっぱ天才なんだな。フェデラーが放ったドロップフェイク普通のスライスは伝説。フェデオジだけブルークレイでもウッキウキでテニスやってそう。全仏ブルークレイにしたらフェデラー4回くらい優勝してそう。フェデラーはウィンブルドンの芝の滑りも得意だもんな。このコートは長身でストロークが強い選手が有利と言われてるけど、フェデラーが速攻なれるの意味わからん。ブルークレイ唯一の優勝者がフェデラーというのも、フェデラーの凄さを表すよな。フェデもやる前は批判してたけどな、レッドクレイの伝統がうんぬんとか、ちゃんと試さずにやるのは、とか、勝ったから批判しづらくなって言わなくなったけど、いや大会後もフェデラーは批判してたぜ。優勝したから、ジョコナダルみたいに、来年のボイコットまでは、意思はなかったと思うけど、全面的に、ラファを擁護する的な発言してた。この大会にしこり出なくてよかったな。怪我しそうだしに、しこりと合うコートではなさそう。